こんにちは。為替ウィークリーセミナーです。今週もよろしくお願いします。先週は大荒れの展開となりました。一旦ドル円は115円の半ばまで大きく上昇したんですけれども、金曜日に、南アフリカのそのコロナ変異株変異種の報道をきっかけに世界的な株の暴落となって、感謝祭の翌日の金曜日のことは黒字の金曜日という意味でブラックフライデーという呼ばれ方があるわけですけれども、今回の場合は暗黒の金曜日、株暴落の暗黒の金曜日という意味でのブラックフライデーみたいになっちゃいまして、一点113円まで急落という具合になりました。とても荒れた展開ということになったわけですけれども、じゃあこれを受けて今後の見通しはどうなるかということについて今回は考えてみたいと思います。よろしくお願いします。まずはドル円の日足のチャートをご覧ください。こんな感じで週王にですね、水曜日木曜日ぐらいが高値だったと思うんですけれども、115円の半ばまでドル高が進みました。115円の大台を超えたことで一段とこう弾みがついたということなんでしょうけれども、ただその後、金曜日はさっきもお話したみたいにドルの大陰線ということになって、一気に一時はもう113円割れ寸前のところまでね、急落暴落という具合になりました。金曜日に南アフリカのコロナ変異株変異種の報道をきっかけに世界的な株の暴落リスクオフとなって、ドル円が連動するアメリカの金利も大きく低下したので、それにつれた結果というふうなことになると思います。それにしてもですね、なぜ金曜日にこんな荒れ相場となったのかということですけれども、それはやっぱり感謝祭の翌日で、この金曜日もアメリカの市場は基本的に短縮取引が多かったので薄商いになっていた影響が大きかったというふうに思います。似たような例として、日本のゴールデンウィークに円高パニックが起こったというケースが何度かあったんですけれども、それと基本的には似たような、構図じゃないのかなという具合に考えています。市場参加者が少ない中で、突発的なニュースに過敏な反応になるということだと思いますけれども、南アフリカ発の今回のコロナ変異株変異種の影響というのはまだよくわからないと思いますが、少なくともワクチンが開発されており、今回の変異種にこれが効くかどうかという議論は別としてですね、その他の面でも感染対策というのはかなりこう進んできたわけですから、その中で悪影響というのは以前から比べると限られる方向にあるというふうには思うんですけれども、その割に先週の金曜日のマーケットの反応がとても大きなものになったのは、さっきお話したみたいにやっぱり感謝祭の薄商いの感激を突かれたという影響が大きかったんじゃないかなというふうには思います。それはともかくドル円への影響ですけれども、アメリカの金利が大きく低下したことにつれたことが大きかったわけですが、じゃあなぜアメリカの金利が大きく低下したかといえば、ずっとこの番組でもレポートでも指摘してきたように、かなりやはり短期的な上がりすぎ懸念が強い状況になっていたんですね。ですからそれがこの南アフリカ発の報道をきっかけにですね、修正が本格化したというところが基本だと思います。で、問題はこの先どうなるのかということですけれども、新たなコロナ変異種への反応っていうのは薄商いに増幅された過剰なものかもしれないなというふうに僕は思っているんですけれども、一方でこの間どうしてアメリカの金利が上がりすぎを拡大したかというと、インフレ懸念がどんどんこう広がる中でアメリカの金融政策への、金融緩和の見直しが加速するっていう期待というか観測がですね、どんどん広がっていったということがあったと思うんですが、それは今回のことをきっかけに一服するんじゃないかなというふうに思います。そうであればアメリカの金利は上がりすぎ修正の低下が続くと思うので、金利の方はまだやっぱり低下リスクがしばらく続くと思いますので、
ドル円もそれにつれてですね、目先的には下落リスクを試す展開が続くんじゃないかなという具合に思います。どこまで下がるのか、一旦今月って雇用統計の発表の後112円台をつけた場面があったわけですけれども、112円台の後半までこうドル円下落する場面があったんですけれども、そこのところを今週割り込むかどうかというところが一つポイントになるんだろうなというふうに思います。続いてユーロです。ユーロですけれども、ユーロドルもこんなふうにですね、反発という具合になりました。ユーロ高ドル安という具合になりました。ブラックフライデーのアメリカの金利低下に素直に反応した形で、アメリカの金利低下ドル安と、でその結果としてのユーロ高ということになりました。この間のドル高はこのユーロ安ドル高っていうのがですね、どん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 こう広がる中で一つのリード役になっていったので、それが一段落したということは言えると思います。そういう意味でもドル円も含めてですね、一旦今月広がった先週にかけて広がった全体的なドル高の流れが一段落したということは言えると思います。ところでですね、ユーロドルはこういう具合に金利に素直な動きになったんですけれども、豪ドル米ドルの方はこれとはちょっと違った動きになりまして、こちらの方は先週も続落と、豪ドル安、そしてアメリカの金利低下の割にはドル高と、豪ドル安ドル高という具合になりました。この間の安値を割り込むかどうか、ちょっとこれ微妙なところですね。週足で見てみるとこんな感じですから、安値更新、年初来の安値更新、微妙なところまで続落したということになります。なぜこんな具合にアメリカの金利低下の割に豪ドルの方は米ドル高、豪ドル安という具合になったかというと、豪ドルは代表的な資源国通貨なので、原油価格がこの日、先週の金曜日、これまた大幅に下落したんですね。10% を超えるぐらいということですから、ものすごい下落だったんですけれども、それがやっぱり資源国通貨の豪ドルには影響したんだろうなというふうに思います。ですからちょっとこちらの方は全体的なドル安の流れとは違った動きになったというところがあります。続いて、他の黒線について見てみましょう。黒線も先週はねすごく大きく動いたんですけども、まずは南アフリカ初でこう大きな動きになったわけですから、ランド円について見てみたいと思いますけれども、ランド円はやはり南アフリカ初ブラックフライデーということになったので、もちろん急落という具合になりました。ただですね、これもかなりの下落なんですけれども、 4% 弱ぐらいなのかな、最大下落率が。それに対してこのランド円以上に大きく下落したのはですね、実はメキシコペソ円なんですね。はい、こっちの方は 4% を上回る下落率になってですね、ランド円以上の急落という具合になりました。メキシコっていうのはやっぱり産油国ですから、さっきも話した原油価格が1割以上と暴落したので、その影響がこう出てきたというふうに考えるものだと思います。でこれについては月曜更新のデイリーレポートの方でも書いているんですけれども、このメキシコペソ円についても、さっきご覧いただいたランド円についてもですね、基本的には新興国通貨円の下落の根本にはこれまで上がりすぎていた、つまり中長期的な高値の限界圏に達していたというところがあるというふうに僕は思っています。下落要因に反応しやすいし、そういう中長期的な割高修正ってことでですね、こういう具合に何かきっかけがあるとやっぱり下落方向に加速しやすいというところがあると思っていますので、その意味では引き続きね、さらなる下落リスクっていうところも要注意なんじゃないかなという具合に思います。はい、ではこの後はいつものように、今週の注目材料について確認していきたいと思います。はい、ではいつものように
経済指標カレンダーを使ってですね、今週の注目材料を確認していきたいと思います。今週は、水曜日からもう12月に入るということになりますので、月初ということになりますと、アメリカ中心に景気指標の発表も多くなります。ISM 製造業景気指数が木曜日ですね。これちょっとまだあれなのかな、発表の曜日をきちんと確認しきれていないのかもしれませんけれども、ISM 製造業景気指数は前回から若干改善みたいな予想になっています。で、何よりもやはり、大きな注目材料になるのは金曜日のアメリカの雇用統計発表ということになると思います。こちらも直前近づくにつれて予想変わってくるかもしれませんけれども、今の段階ですと、失業率は前回の 4.6% から 4.5% に低下、さらに改善は進むという予想になっています。そして、非農業部門雇用者数ですね、ノンファームペイロールですけれども、こちらの方は53万人程度の増加予想という具合になっています。こんなふうにアメリカの雇用統計、週末発表予定のアメリカの雇用統計を中心に、注目の景気指標発表が多い1週間になりますので、そして、恒例の僕の雇用統計セミナーも、この金曜日のタイミングに合わせてやることになると思いますので、今回から冬時間に変わりますので、雇用統計発表のタイミングも日本時間ですと夜の10時半ということになるわけですね。ですからそれに合わせて僕の雇用統計発表もこれまで夏時間では8時半からやってましたけれども、1時間後ろ倒しになって9時半から始めて、そして10時半の雇用統計発表を見極めて、目先の影響について解説するというような流れで予定しております。こちらの方もお時間が合うようでしたら、ぜひご覧いただいて参考にしていただければと思います。ということで、為替相場まだまだちょっと荒っぽい展開が続いていますけれども、お取引には十分気をつけて、そしてやはりボラティリティが高くなるということはトレードチャンスということでも言えますので、ここのところはしっかり気を引き締めてですね、皆さんトレードぜひ頑張っていただきたいと思います。では以上です。失礼します。